さあフィールド位置変わりまして、オールデンファイターズがメインスタンドから向かって左、右から左に攻める格好に変わりました。これよりライン交代に入ります。オールデンファイターズフォースダウン5、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは25番キック成功、3点獲得です。この距離をゴールデンファイターズキッカー25番見事にフィードゴール決めまして3点追加となりました。25番の国木約30ヤード近いフィードゴール決めまして3点追加し、ゴールデンファイターズ10点、岡山スタンディングベアーズ0点、リードを広げる形に成功となっております。タッチダウンには至れませんでしたが、ゴールデンファイターズフィールドゴール決まりまして、さらにリードを広げる形に成功しております。さあその得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。先ほどもご紹介しました通り、アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合が再開となります。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい競技でもあります。そのチャンスを岡山は生かせるでしょうか。さあ岡山リターンに入った。リターナー右のサイドラインギアを選択しました。相手の隙間を縫うように右オープン展開を図りまして、自陣28ヤード付近からの攻撃位置を得ます。さあ厳しい状況での攻撃の開始点となっている機会が多かった岡山ですが、今度は比較的有利な位置を確保しております。ボールオン自陣28ヤードからの攻撃位置、さあ今度はどのようにしてプレーを展開するでしょうか。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。さあ左レシーバーを3枚固めました。その裏をつくようにランプレーを展開しようといたしましたが、これをゴールデンファイターズフロント陣が殺到しまして、このランを阻止しております。ここは44番、96番が殺到しまして、このランを阻止しセカンドダウンに変えております。ゴールデンファイターズ96番は笹池でした。大阪工業大学出身のプレイヤーです。岡山セカンドダウン11、パス成功。岡山ここでパスを行使しました。クォーターバック13番右に展開していた81番にパスを通しまして、約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。パスを投じたクォーターバック13番は相生、大阪市立大学出身のプレイヤー。取りましたワイドレシーバー81番は寺町、鳥取大学出身のプレイヤーです。岡山サーダウン4。パス不成功。ここでクォーターバック一気にロングパスを投じました。相手のディフェンスの裏をつかんと、ここで一気に前進図りましたが、しかしそれをゴールデンファイターズ許しません。パス不成功に変えましてフォースダウンに変えます。OC 様メッセージありがとうございます。魔球さんに対してのメッセージですね。16タルトを献上しているからもう力が入っているから大丈夫ですというメッセージがありますね。まさにその、差し入れが効いていますが、ゴールデンファイターズ非常に試合を有利に進めています。これはナイスパン。岡山ここでパントによって陣地挽回を図りました。先ほどと違い低い弾道を蹴りまして、リターナーがキャッチできないタイミング、そしてそこからバウンドしましてさらに押し返す形に成功しています。結果的にゴールデンファイターズ陣27ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。攻守変わりまして、今度はゴールデンファイターズの攻撃に変わります。さあゴールデンファイターズはこの試合初めて自陣からの攻撃という形になります。さあここからどのようにして攻撃を展開していくでしょうか。ゴールデンファイターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ったランニングバック10番にハンドオフし、10番中央突破を敢行。相手のディフェンスの動きを見まして左オフタックル付近にカットバック切り、約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。まず最初に託されましたランニングバック10番は本日好調な北川です。大阪教育大学出身。ゴールデンファイターズセカンドダウン7。ボールオンは自陣25ヤード。パス成功。パスだ。クォーターバック12番プレッシャーを感じながら右にロールアウト、そこから中央切れ込んできたワイドレシーバー42番にパスを通しまして見事攻撃権更新としています。ゴールデンファイターズファースダウン。力強いパスを投じましたのはクォーターバック12番の民です。大阪教育大学出身。取りましたのは42番ランニングバックの角田でした。大阪府立大学出身のプレイヤーです。ゴールデンファイターズファーストダウン10。ボールオンは自陣45ヤードに変わっています。さあ抜けた。ナイスラン。ファースダウン。ここでゴールデンファイターズランプレーを投入しました。ランニングバック10番相手ディフェンスを飛び越え一気に前進、一発で攻撃権更新果たしております。ゴールデンファイターズファースダウン。鮮やかなランを決めましたがランニングバック10番の北川でした。大阪教育大学出身。さあ相手陣に入りましたゴールデンファイターズ。相手陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功。パスだ。今度はパスプレー。左サイドライン際を駆け上がりました19番にパス、これが見事決まりまして一気に前進、攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースダー。素晴らしいパスを投じたのはクォーターバック12番の民。取りましたのはワイドレシーバー19番中西でした。中西は関西学院大学出身のプレイヤーです。ロペさんのメッセージ、うますぎのメッセージ、これもゴールデンファイターズの鮮やかなランパスに対するその称賛のメッセージと受け取らせていただきます。さあ岡山は食い止めることができるか。ゴールデンファイターズ相手陣14ヤードからファーストアンテ。パス不成功。ここは岡山ナイスディフェンス。クォーターバックパスによってタッチダウンを狙いました。しかし岡山ここは堅牢なパスカバーを見せましてパス不成功に変えています。ゴールデンファイターズダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ゴールデンファイターズ相手陣14ヤードからセカンドダウン10。まだいくか。ナイスゲーム。さあここで10番を投入しました。パスに見せかける形で若干遅いタイミング、ドローに近い形でランを展開し、10番そこからデイライト隙間を抜けるように中央切れ込みまして見事9ヤードゲインを果たしております。さあ攻撃権更新には至っておりますが、見ませんがサードダウン残り1ヤードの状況に変わっております。ゴールデンファイターズ相手陣5ヤードからサードダウン残り1ヤード。パス不成功。ここでタッチダウンパスを投じました。クォーターバック12番4番が左奥走り込んだところへ浮かせたパスを投じ、ディフェンスとの1対1の勝負に持ち込みました。4番振り向きまして、これをキャッチしようとしましたが、キャッチできずパス不成功に変わっております。ダウン1つ失いフォースダウンに変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤード、フォーメーションを組みました。プレーを展開します。フォースダウンギャンブル、ここでホイッスル。ここでゴールデンファイターズが前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは両チームともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。ゴールデンファイターズ、ここは勝負どころと見ましたが、ここで前半最初の1回目の作戦タイムを取りました。YouTube でこの試合をご覧いただいている方々は、チーム名の下側にある黄色いバーの残数をご注目いただければ、これが両チームの今時点でのタイムアウトの残り数という形になっております。ご注目いただければ幸いです。OC さん、メッセージありがとうございます。今日のゴールデンファイターズはデイライトランが目立っている、オフェンスラインの仕事が素晴らしいというメッセージありがとうございます。オフェンスデイライトというのは相手の動きに応じてランニングバックが走るコースを変えるという形になるのですが、オフェンスラインは背後のプレイヤーが動くため非常にブロック難しいところ、しかしこれを見事こなしております。さあ、中央のランプレイター、さあこのフォースダウンギャンブルは果たしてどうか。ここはディフェンス奮闘しました。ゴールデンファイターズの好調なランによりまして攻撃更新を図りましたのですが、ゴールデンファイターズですが、これを岡山食い止めまして、フォースダウンのギャンブル失敗、4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代、攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに変わります。さあ、厳しい状況をなんとか乗り越えました岡山、しかし厳しい自陣5ヤードからのファーストアンテン。タッチダウン、ここで岡山、まず最初のプレー、パスによって相手の裏をついて攻撃を一気に進めようと展開しました。しかしそのパスをゴールデンファイターズ49番がインターセプト、パスダッシュしまして、そのまま一気にエンドゾーン駆け抜け、そのままインターセプトリターンタッチダウン。なんとか相手の猛攻をしのいだ岡山ですが、しかし一瞬の隙つかれましてインターセプトリターンタッチダウンを許した格好になっています。見事に決めましたのはゴールデンファイターズ49番の田中でした。京都府立大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイントのキック決まりまして、ゴールデンファイターズ17点、岡山スタンディングベアーズ0点となっております。まさに一瞬の隙をつくかのようなプレーでした。まずこの状況をパスによって突破を図らんとしました岡山のその一瞬の隙をつき、49番インターセプトリターンタッチダウンを決め、さらにリードを広げる形に成功しております。さあ、そのインターセプトリターンタッチダウンを決めましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。 OC さんは、メッセージありがとうございます。相変わらずゴールデンファイターズはディフェンスの得点力がえぐい、まさにこの一瞬の隙を突くディフェンスの破壊力はある意味ディフェンスという域を超えた凄まじい決定力を感じます。魔球さんのピック6、相手から6点を奪った素晴らしいプレーだったというメッセージありがとうございます。さあ、岡山反撃なるでしょうか。キックオフリターンに入ります。さあリターンに入った。これを素晴らしいタックルで仕留めます。一旦リターナー自身が交錯する形で、相手がどちらにボールを持った選手が分からないか、分からない状況にするトリッキーなリターンを敢行しましたが、しかしこれを見逃さず見事に仕留めまして、岡山を自陣20ヤード付近にとどめております。岡山自陣23ヤード付近からの攻撃と変わります。さあ岡山、この攻撃シリーズはどのように展開するでしょうか。パス不成功。クォーターバック13番、非常に厳しいプレッシャーの中、左にロールアウトし、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは、ディフェンスのカバーありまして、パス不成功になっています。ダウン変わりまして、セカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン10。プレッシャーくる。さあどうか、パス不成功の判定です。これもすごいプレッシャーでした。クォーターバック、そのプレッシャーをたまらず逃げ惑うように左にロールアウトしましたが、なんとかこれを振り切り、奥に走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、これもディフェンスのカバーは許しません。パス不成功でサードダウンに変わります。得点が有利になったゴールデンファイターズ、ディフェンス陣さらにアグレッシブになっている感があります。岡山スタンディングベアーズ、サードダウン10。さあ厳しいですが突破なるでしょうか。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則発生のシグナルが出ています。フィールド上に審判団から黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという形の判定です。オフェンスチームには、決まったスタートのルールがあります。特定の選手以外は、プレーが始まるまで1秒間静止していなければなりません。これが守れていなかったということで、フライングという格好で5ヤード抜体になっております。岡山スタンディングベアーズ、5ヤード下がり、サードダウン15で試合再開となります。岡山スタンディングベアーズ、サードダウン15。QB サー。ここでクォーターバックは右スプリントアウトをしまして、そこから走りながらランパスの選択をしようとしました。しかしその背後からゴールデンファイターズディフェンスに殺到し、 QB サーク、パスを投じる前に仕留め、フォースダウンに変えます。QB サックしましたが、ゴールデンファイターズ31番、クモン、明石南高校出身のプレイヤーです。学生時代にはアメリカンフットボール未経験ながら、社会人でアメリカンフットボールを始め、現在 X2 の主要プレイヤーとして活躍しています。さあここでスナップに入った、タッチダウン。ここでパントフォーメーションを取りまして、陣地挽回を図りました岡山ですが、スナップが乱れました。ラインから後方に投げるスナップ、これが乱れ、パンターがそれをリカバーすることができず、それを抑えたゴールデンファイターズ、エンドゾーンでしたのでタッチダウンとなりまして、6点獲得となっています。さあゴールデンファイターズ得点しまして、トライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加し、ゴールデンファイターズ24点、岡山スタンディングベアーズ0点とスコアは変わっております。ここへ来てゴールデンファイターズがディフェンスの圧力をさらに上げ、岡山のオフェンスを展開できないままさらに得点を重ねていっております。このゴールデンファイターズのディフェンスで得点を奪っていく能力は多くのチームから恐れられておりますが、この試合でもその力を発揮している状況になっております。大志さんのメッセージその通りですね。エンドゾーンの中で結果的に相手を抑えないままそのボールをリカバーする形によりタッチダウンとなっておりますので、ファンブルリカバータッチダウンという形でご理解いただいて結構です。さあ、その圧力ありますディフェンスを展開しておりますゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。岡山は何としてもこの状況を打開図りたいところです。今度の攻撃シリーズはうまく展開できるでしょうか。まずこのキックオフリターンに注目しましょう。さあ、リターン入った。今度は中央縦に切り上がりまして、自陣28ヤード付近確保です。この位置からの攻撃になります。まずは有利な位置をなんとか確保し、攻撃の余裕を作らんという状況をまず確保いたしました。さあ、今度は岡山どのように攻撃を展開するでしょうか。岡山スタンディングベアーズ、自陣28ヤードからファーストダウン点。さあ、ランプレーから入りました。レシーバーが少ない右サイドに展開を図りまして、22番右オープンをチョイス。このランプレーにより約1ヤードから2ヤードの獲得に成功しております。まず最初のランプレーは見事前進となりました。岡山スタンディングベアーズ、キャリア22番、2番は井上、摂南大学出身。岡山スタンディングベアーズ、セカンドダウン8。さあ、クォーターバックが今度は持ちました。ランニングバックに渡すと見せかけ、それをフェイクにしてクォーターバック右オープンへのランをチョイスしています。この判断は見事でした。約2ヤードから3ヤードのゲインとなっております。キャリーしましたのはクォーターバック13番の相生です。大阪市立大学出身のプレイヤーです。現在大阪市立大学は大阪府立大学と合併しまして大阪公立大学となっております。府立大学の名称としましてはおそらく最後の方の選手になるかと思われます。さあ、中央いった。さあ、41番の突進力に託しましたが、これをゴールデンファイターズ沢地総タックル。約2ヤードほどのゲインでとどめましてフォースダウンに変えます。岡山フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。さあ、まずは陣地挽回図りたい。ゴールデンファイターズリターンに入る。プレッシャーありましたが相手陣に押し返す形に成功しました。ボールは、ゴールデンファイターズ陣45ヤード付近で攻守交代、攻撃権変わりましてゴールデンファイターズ攻撃に変わります。さあ、ゴールデンファイターズは自陣45ヤードからの攻撃に入ります。前半残り時間は2分28秒となっております。ゴールデンファイターズファーストダウン10。ナイスディフェンス。ここでトラブルが発生しました。ゴールデンファイターズ、スナップを受けましたクォーターバックがボールをジャグル、一旦落としまして、なんとかクォーターバック自身がそれをカバーし右オープン展開を図りましたが、このミスを逃さず岡山5番がタックルし大きくロスを奪っております。見事対応しましたのは岡山6番の井上でした。大阪公立大学出身のプレイヤーです。失礼しました、5番の有本でした。大阪体育大学出身のプレイヤーです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。前半残り時間2分となりました。ここで審判団レフリータイムアウトを取りまして2ミニッツウォーニング入ります。今シーズンより、現在の X リーグが採用している NCAA ルール大きく変わりました。従来はプロでしか採用されなかった前後半残り2分での自動的なタイムアウト2ミニッツウォーニング採用となっております。この残り1分切りましてからのアメリカンフットボールの戦術は大きく時間に左右されます。この時間をうまく利用できるかどうかという戦略が非常に問われるこの2ミニッツでタイムアウト入りまして、両チームこれより戦術大きく変わってくる気配になっております。さあ、ここのタイムアウトを果たしてゴールデンファイターズどのように生かしてくるでしょうか。さあ、これより残り2分の前半の攻防となります。さあ、試合再開です。ゴールデンファイターズ、自陣39ヤードからセカンドダウン16。さあ、ナイスゲーム、ファースター。ここでクォーターバック12番、右に展開していたレシーバーにパスを通しました。レシーバーはそこからキャッチしまして、右サイドライン際を駆け上がりディフェンスの隙間を縫うようにして攻撃権更新です。ゴールデンファイターズ、ファースター。さらに外を入れたため時計が止まっております。時計が進んだままになっておりまして、申し訳ございません。残り時間は1分53秒に訂正させていただきます。ゴールデンファイターズ、相手陣45ヤードからのファーストアンテ。パス不成功。今度は入れ違いざまに外へ展開したランニングバックにパスを投じましたが、このパスはコントロールミスしパス不成功になっております。前パス失敗ですのでセカンドダウンに変わります。ただし前パスは失敗となりますと時間はそこで一旦止まります。プレーの次の開始まで時計止まるという形になります。この、ルールをいかに駆使するかもここからの状況では重要になります。ゴールデンファイターズ、セカンドダウン10。さあ、ここでプレッシャーがかかりました。ランプレーを展開しましてサードダウンに変わります。さあ、時計が惜しい。ここでプレーを続行します。一気にいった、タッチダウン。ここでランプレーの後、そのまま間髪入れずハドル組みましてすぐにプレーを実施しましたゴールデンファイターズ。この相手の守備の混乱をつくようにロングパスを投じまして、見事にタッチダウンを上げてさらに6点追加となっております。6点追加になりまして、その得点差30点に変わっております。見事1点追加し、ゴールデンファイターズ31点、岡山スタンディングベアーズ0点と、さらにスコア得点差広がった形になっております。鮮やかなパスでした。相手の守備が対応しきれないうちに右奥走り込んだレシーバーへのロングパス、これを見事に生かしましてレシーバーキャッチ、相手のタックルを振り切ってそのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウンとなっております。食べおとん様、魔球様メッセージありがとうございます。現在は第2クォーターの終盤となっております。魔球様もフォローありがとうございます。さあ現在攻守で勢いに乗っておりますゴールデンファイターズのキックオフで試合再開となります。OC 様、そうですね、先ほどのパッシングタッチダウンはえぐいというメッセージ、まさにその通りですね。残り2分、非常に時間が切羽詰まった状況であれを決められるというのは力がある証拠だというふうに感じていただければ幸いです。さあ岡山リターンに入る。ゴールデンファイターズもビッグリターン避けて低いゴロのキックを蹴りました。リターンチームも手前側のブロッカー選手がキャッチしましてリターンを試みまして、しかし陣地は結果的には自陣33ヤード付近を確保する形に成功しております。岡山前半残り時間は1分12秒となっておりますが、ここから攻撃に入ります。岡山ファーストダウン点。パス成功。クォーターバック左側にいましたレシーバー、11番でしょうか、こちらにパスを通しまして、約9ヤードほどゲインとしています。ここでホイッスル、見事パスキャッチを決めましたのは、岡山スタンディングベアーズの林選手です。ここで岡山が前半1回目のタイムアウトを行使します。この配信は X2、XE ウエスト全チームの合同企画によります配信共同事業によりまして実現しております。画面に映し出されました多くの企業様、個人様のご寄付ありましてこの企画は実現いたしました。皆様のご向上大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。この企画がありまして多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただけております。何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。試合再開です。岡山前半残り時間54秒でセカンドダウン残り1ヤード。パス成功、ファーストダウン。ここを果敢にパスプレーを決めまして見事攻撃権更新といたしました。クォーターバック13番中央切り上がった83番にパスを通し攻撃権を継続する形に成功しております。さあそしてスーさんがプレー展開を試みます。ここですかさずパスを叩きつけましてパス失敗とし、時計を止めます。今回はスタンディングベアーズ前パスをわざとスパイク失敗させまして、時計を止めセカンドダウン点。残り時間44秒の状況に前半変わっております。しかし見事なパスでした。これを投じましたクォーターバック13番はあいおい。登録はワイドレシーバーの選手です。岡山大阪市立大学出身のプレイヤー。そして取りましたのは83番の服部です。徳島大学出身のルーキーです。さあ岡山セカンドダウン点。パス成功、しかし時計回ります。約7ヤードのゲイン。ここでホイッスル。岡山ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ここに来て岡山のパス攻撃が冴えております。クォーターバックに入っておりますあいおい、素晴らしいパスを披露しています。本職ワイドレシーバーとは思えない素晴らしいパス攻撃によって前進しておりますが、先ほどのプレーは中で倒れたため時計が回り続ける可能性があり、ここでタイムアウトを行使しました。取りましたのは先ほどと同じく83番の服部でした。徳島大学出身、ともに関西の一部リーグ所属の選手ではありません。しかし素晴らしいプレーを披露しています。さあ面白い状況になってきました。ここで岡山タッチダウンを上げる形になるでしょうか。岡山サーダウンスイング、ボールオン相手陣30ヤード。パス不成功。クォーターバック13番、プレッシャーがありました。これをなんとか回避し、右にスプリントを落としパスを投じようとしましたが、投げる直前に相手がヒットしてきまして、パス不成功となっています。しかしパス失敗ですのでダウン変わらず、残り距離3ヤードでフォースダウンに変わります。失礼しました。残り距離変わらずのフォースダウン3です。さあ最後の1回の攻撃権どうするか。プレーを行います。岡山フォースダウン3、ギャンブルに敢行します。さあ3ヤード突破、エンドゾーンへ届きましてのタッチダウンなるでしょうか。パス不成功。ここでパスによる突破を図りました。一気にそのままエンドゾーン狙わんとするかのように素早いパスを投じましたが、これをゴールデンファイターズ見事にパスカバーしまして不成功。4回目の攻撃失敗という格好になりましたので、攻撃権が変わりまして攻守交代、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。さあゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ自陣30ヤードからのファーストダウン点。ゴールデンファイターズクォーターバックボールを受けるや否や2ダウンしまして、時計を回します。ランプレーという形にしまして、時計を時間を消費し、このまま前半終了を目論む模様です。ここで前半の残り時間がなくなりました。前半戦終了となりまして、岡山スタンディングベアーズ0点、ゴールデンファイターズ31点、ゴールデンファイターズがリードする形で前半戦終了となっております。本日の X2 リーグ第2節の一戦は、現在ゴールデンファイターズがかなり有利な形で前半戦を終えております。得点はゴールデンファイターズ31点、岡山スタンディングベアーズ0点という状況ですが、さあこのハーフタイムで双方とも打開点、そして後半の対策を講じることができるでしょうか。